はい。はい、お願いします。はい。で、ゲストはね、はい、こう岡田紗里さんにね、岡田紗里さん、来ていただいてね。はい。よろしくお願いします。お願いします。ではね、5時56分まで皆様お付き合いください。はい、ということで、はい、無事にツイキャスも今聞こえましたと。よかったです。はい、よかったです。ありがとうございます。はい。でも、今週もね、早速ツイキャス、たくさんコメント、うん、来てるので、ちょっとだけ読んでいきたいなと思います。はい、高坊さん、武蔵さん、なぎすけさん、ヤンキチさん、ワッフル坊やさん、武蔵さん。はい、いつもコメントありがとうございます。なぎすけさんは久しぶりに来ましたと言っていただけて、うん、はい、ありがとうございます。はい。今日はね、はい、エリちゃん、久々って感じでね。そうですね、一周だったから久々な感じがしますけど。バタバタされているようで、はい、ちょっとバタバタと。うん。そら、こんな感じで、前半ね、早速、今週の気になるコーナーに入っていきたいなと思っているのですがね、はい、今週のゲストはヘアメイクアップアーティストの岡田紗里さんにお越しいただきましたので、紗里さん、では自己紹介の方からお願いできますでしょうか。はい。まあ、メイクアップアーティストは、うん、結構昔に撮影の仕事でずっとやってたんですけども、うん、そこからまあ、長い年月かかって、そこからいろんなことをやってまして、ファスティングのアドバイザーでしたり、まあ、まつげと眉毛の専門店も始めて、もう、20年くらい前に始めて、まあ、それも人に譲って、その後、ファスティングやって、でお料理教室もやっていて、で今は鎌倉の、ついこの間の21日の水曜日に鎌倉の極楽寺っていうところで、家族で手打ちそば屋さんを始めまして、すごい、また最近つい4日前ですね、すごい、はい、で今お店から抜け出して車の中で喋ってます。すごい忙しい時に。確かに、お忙しいはずです。ごめんなさい、もう、どちらかというと。いやいやいや、ありがとうございます。今日はお時間作っていただきまして。いただいてありがとうございます。はい。いろいろとね、ちょっとね、岡田紗里さんでこう、まあ、名前をね、ネットの方で検索させていただいたら、うん、もういろんなことされているから、もうどこから聞いていこうかなっていうので、ね、長く生きてると、いろんなことや、肩書きがいろいろ増えていくわけですよ。もう読めば読むほど、なんか、わ、すごいってなんか入り込んじゃってまして。ありがとうございます。で、こう一番最初に出てきたのが、こうヘアメイクアップアーティストっていうので出てきて、こういろいろテレビや CM、なんか雑誌などでね、こう活躍されてきていたっていうふうにこう見たので、まあね、こう、いろいろこう経験されてきた中で、やっぱ、こういうお仕事をしていると、はい、なんか一番こう緊張されたことだったり、まあ大変だったなっていうことだったり、なんかすごい印象的な現場ってきっとあったと思うんですけど、なんかそういうエピソードとか、なんかちょっと聞けたら嬉しいなと思ったんですけど。何の仕事をしてるときですか？ヘアメイクアップ。ヘアメイク？うん。まあ、緊張、ヘアメイクは、私は主にモデルとか女優さんにのメイクを、まあ、裏方として、撮影の現場に出てたんですけども、その、撮影の場合、まあ、なんていうの、プロですから、うまくできて当たり前っていうレベルなんですよ。非常にハイクオリティの、ね、技術を求められるので。そういう意味ではいつも緊張で、毎日違う現場で、毎日違うスタッフと顔を合わせるわけですから、なんかそういう意味ではいい意味の緊張感がありましたね。はい。もう忘れちゃいましたけど。忘れちゃいましたか。前の現場。でもすごい毎日楽しかったですよ、刺激的で。いや、もう、すごいなと思って、私もあんまり髪の毛とかいじることもないし、もうメイクもパッパッパで終わっちゃうから、うん、なんか、ね、こう、人に、こう、されるっていうのも。
そうですね。あの当時はだから今から 3,40 年ぐらい前の話なので、うん、当時はあのパソコンとかコンピューターってなかったから、はい、今だったら何でも修正で直せるじゃないですか、後から。例えば、そうそうそう。ね、アイシャドウの塗りムラがあったりとか、ここに髪の毛一本ピーってこうね、なんか、うん、さあの写真で写して、現像してみると、ここにピーって髪の毛っていうのも、今だったらデジタルで直せるじゃないですか。あ、そうか。でも当時は直せなかったの。そういう、そういうその技術がなかったので、もう、うん、口紅も1ミリたりともはみ出しちゃいけないわけですよ。今だったら多分 CG で直せる。なるほど。フォトショップとかでね、修正できるけど、当時はそういうのがなかったので、その細かい技術的なことでもうやっぱり塗りムラがないようにとか、髪の毛も一本もかかってないようにとか、それをやっちゃうと、もう、再撮って言って撮影し直さなきゃいけないんですよ。ねえ。例えば、ヘアメイクでも、スタイリストでも、カメラマンでも、なんかちょっとミスが あったりしたら、もう全部撮影をまた改めて、日にちを設定して、やり直さなきゃいけなかったから、今よりも多分高い技術を求められてましたね。神経もめっちゃ使いますね。もあの唇を描くときなんかは、うん、口紅をね塗るで、当時真っ赤な口紅とかが流行ってたので、うん、結構はみ出すとかなり目立つでしょ、うん、もうなんか息を止めて唇を描くどころかもう心臓を止めて描くぐらいになってるんですよ。大変だ、はい、そう思うと今はねもうすごい、うん、技術が進んで、結構だから今素人でも直せるじゃないですか、修正ね、今のこのアプリがあったりとか、うん、ね、画像処理もね、いや本当に今すっごいアプリがいっぱい出てるから、ね、もうずるいですよ。すごい、まあ、確かにね、コメントでも来てるんですけど、今はね逆に 8K の時代ですからっていう、ね、う映像が綺麗に映りすぎるというの、綺麗に映って毛穴の中まで見えちゃう、うん、けれどもそれを、うん、なんか被せるように直す技術も、うん、そうですね、こう上がってるから、うん、まあテレビなんかではね、うん、リアルタイムで映るから、うん、それこそファンデーションがちょっとそうですよね。よれてるようなっていうのも作っちゃいますけどね。写真とかにはね、関してはもう。そうそう。もう画像に関しては。なるほど。じゃあもう、されていた当初はもうね、一つ一つ、うん。かなりの緊張感を持ってやってましたね。息を止めて。息止めて、はい。息を止めて。すごい。で、もう一つこうされているのが、このファスティングについてこうちょっと見てたんですけど、はい、こう自らをこうファスティングされても20キロほど減量に成功されたっていうふうに書かれていたんですけど。私、割と子供3人産んでからすごい太っとっちゃって、はい、おばあちゃんがデンマーク人なんですね。だから太りやすい体質なんですよ。おばあちゃんもこう、ふくよかでしたし。うんうんうん、でだからなんかで割とその子供産んでからずっとこう大きかったんですけど、うん、ファスティングを、ね、でうちのお姉さんはすごい痩せ型の人で、まあ、努力もそれなりにしてたんですけど、はい、私は食べるのが好きだから、うん、自然に任せて食べたからなんか姉妹で全然体型が違うんですよ。そしてなんかうちのお姉さんが最初にファスティングに出会って、うんうん、で、あなたもやりなさいよ、そのままだと死ぬわよとかって言われて、まあ健康にも良くないから太りすぎはっていうので、ファスティングを始めてみたら7ヶ月で、みるみる7ヶ月で、うん、20キロ減ったんですね。そう。まあ、また今ちょっとリバウンドしてますけど、でも、ね、身をもって、体感したのでこれはすごいと思って、うん、自分で資格、民間資格なんですけど資格を取って、うん、ファスティングを指導する側に、うん、回ったんですね。そうしたらなんかすごい、うん、やっぱり
2年間で1000人、延べ1000人近いお客さん、クライアントさんとのファスティング指導して、やっぱみんなすごい、うん、意識が変わるというか、食べないことを数日間経験することで、まあ、痩せるっていうこと以上に、その、食べることのありがたさを逆に感じるというか、そういう機会に触れる。いやなんかこのファスティングイコール、まあ断、まあね、感じにしたら断食じゃないですか。もうすっごい、はい、まあ確かに食べるの私も好きなんですけど、この食べれない日数があるっていうので、うん、辛いんじゃないかなっていうそのイメージが。3、4日とか5日間とか全く何も食べないって、うん、もう死ぬって思うじゃないですか、普通。はいね、うん、だけど意外と、食べないっていうことをやってみると、日を追うごとにお腹が空かなくなってくるっていう、現象に行き当たるんですよ。まあ、それはこう、人間の脳の深い部分で、その、なんていうんですか、とつながってるんですけど、食べないと、こう、なんていうのかな、体を守る ホルモンとか、まあ、本能みたいのが、こう、呼び起こされて、はい、お腹が逆に、ま、あれ、これだったらなんか、あと1週間ぐらい食べなくても平気かもっていう感覚に陥るから、みんなやってみないと、まあ、経験したことないことをやるから、それに対する不安って最初みんなあると思うんですけど、でもなんかね、意外とやってみるとできるんですよ。で、脱力者はほぼゼロに近いですね。すごい。すごい。そうなんだ。で、ほら、グループファスティングで、例えば5人とか10人のグループで、LINE で、リモートでやっていくんですね。そうすると、みんな、なんか、自然と仲間意識みたいな。こう応援し合うじゃないですか、ね。みんなで頑張ろうみたいな、そうそう。団結力っていうかね、のが芽生えて、ね、最後までやり遂げられるっていう感じ。一人でやると ね、やっぱりちょっと。そう。一人でやる。そうですけども。一人で やって成功する人ってあんまりいないかもしれない。あとは、誰かについてもらいながら一緒にやるからできるってあって、なんか、ファスティングってなんだろうと思って、全く一人で分からないところから始まって、何の知識もないけど、ちょっとやってみようっていうと、すっごいお腹空いて、こんなはずじゃなかったって、なんか予備知識とかもないから、すっごいなんか、頭が痛くなっちゃったりとか、これはちょっともう無理ってなって、一人だと折れる場合が多いです。そうですよね。確かにこう体重を、例えばこう落とす以外にも、この体にとってこうどのようなこう変化というか、まあ効果とかっていうのが、そうですね、こう実感できるのか聞きたいなと。まずまあ、物理的に食べないイコール体重が、まあ例えば3日間とか、まあ5日間ぐらいやると3、4キロは落ちるんです。物理的に食べないから。だけど、それと同時にやっぱりね、そのいろいろこうデトックスできたり、老廃物とかその、はい、体の中に溜まった、毒素を、出すですよ、食べないと。で、腸の中がきれいになって、すごいデトックスになりますね。だから3日目ぐらいからめちゃめちゃ肌がきれいになってるんですよ。それがね、どんなに高い化粧品を使っても なしてない効果なんですよ。もう、本当に、あ、デトックスってこういうことなんだっていう、その感覚を、体感できますね。もう、肌とかめちゃめちゃ綺麗になります。やっぱ、お肌がまず変わってくるんですね。変わってきます。やっぱ、それだけ人が普段、食べ続け、生まれてから、例えば30年、40年経って、食べ続けてるじゃないですか。食べない日ってないでしょ、赤ちゃんの時から。だけど、それを食べないっていうのをやってみたの、その、食べ、どんなに
なんていうかな、体にいいものを食べてるとはいえ、うん、やっぱり毒素って溜まってくるから、うんうんうん、一旦それをちょっとストップしてみて、うん、老廃物を体の外に出すっていうことが、うん、なんか、ああ、私結構毒素溜まってたんだなっていうのが感じられます。しかもあれですよね、今のね、食事といったらやっぱ添加物が多かったりとかするんで、そうそう、余計にね、こう毒素が溜まっているのを。そう、だからなんかそういう意味でも、ファスティングやり終えた後に、うん、まあ私なんかちょっと食べ過ぎてたわっていう、なんか自分で気づきがたくさんありますね。うん、あと、うんうん、ファスティングやった後は、そのすごく気持ちが穏やかになって、ね、怒らなくなって。イライラしない。いいことしかないですよ。いいことしかないの。すごい説得力が。もう出てほら、変化も見ましたし、もうすごい説得力があるなっていうのがあって、ね、もうこのファスティングを受けるなんかこういうプランとかっていうのがあるんですか？あります。私のインスタグラムが岡田サリ、うん、アットマーク岡田サリーって入れてもらえれば、うん、私のインスタが出てきますので、はい、アカウントでそこに、ファスティングのリンクツリーがプロフィール欄にあるので、はい、リンクツリー見るとファスティングプログラムっていうのがあるので、そこを見てもらえれば、ウェブサイト、ホームページに飛びます。うんうんうん、ただ今忙しいから、うん、ファスティングのプログラムも、なんか、新規の人は2、3ヶ月に一遍募集かけたりとかっていう感じになりますが、はい。これは3日間コースとか、3日間コース、または5日間コースですね。うん、なるほど。酵素ドリンクを飲みながらやっていくんですけど、うん、はい。3日間でも5日間でもスタートはみんな一緒にやるんですよ。ただ3日間の人は3日で終わって、うん、でそのまま5日間継続する人は、うん、継続してもらって、うん、同じグループラインの中でやるんですけども、うん、酵素の本数がこっちからお送りする酵素の飲む本数が2本か3本かで変わるっていう。はい、じゃあ初めて参加する場合はやっぱ3日ぐらいから始めた方が、いやもうね、こんなこともない。私は手っ取り早く体に問題がなければ、うん、なんか5日間やったらどうですかって言ってます。絶対大丈夫なの分かってるから。なるほど、うん、もうねもったいないですよ。せっかく始めて3日で終わっちゃうのはすごいもったいない。そうですよね。結構こう乗ってきてるときにね、やめちゃうの。そうなの。もったいないかもしれない。5日にすればよかったってみんなよりと3日間選ぶと、うん、なるほど。私あとできたかもっていう人はすごく多いから、うん、そう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 。うん、思ってるよりお腹空かないから。うん、変化がこうね、目に見えてわかるならちょっとね、本当、ね、試してみて。そうですっていうのも。もう一回、太ってる人もそうでない人も、うん、一回やってみると、うん、食べるっていうことに対して、うん、いかにありがたいことなんだっていうことに気づかされると思います。うんうんうん、フランスの方では、医者いらずって言われてます。ファスティング何日、月に1回のファスティングはお医者さんがいらん、病院に通わなくてもよくなるっていうぐらい、その病気を防げたりとかそういう効果もあるので、うん、お医者さんいらず、ね、だってもう薬の力とかじゃなくても自分のね、そう、自分でいらないのを出して、要するに、まあ、毒素が一番ね、うん、その毒素とストレスが一番病気を引き起こすじゃないですか、うん、で病気になっちゃったらまた薬飲んじゃったら薬もまた毒素と私は思ってるんで、早い段階からファスティングをやっておいて、その私はよく健康貯金って呼んでるんですけど、そうそう、今からその将来病気にならないようにこうちょっとずつこう貯めて貯金するように、健康貯金としての一つの手段としてファスティングはいいですよっていうことを
接触してます。すっごい興味を持ってしまいました。いや、なんかお話聞けてよ。ね、ぜひぜひやってみてください。はい。最後にね、よかったらこう、宣伝をね、お料理教室と、お蕎麦屋さんの宣伝をしていただけたらなと思ってるんですけど、はいはい、画像もね、ちょっとあるので、先に、お料理教室の方の、この、針飯。美味しそう。写真をね、これ美味しそうだったんです。サラダなんですけど、うん、まあ、これで、なんかいろんな野菜、うん、孫は優しいっていう豆、ごま、わかめ、しいたけ、野菜っていう、こう、何種類かのビタミン、ミネラルとか、そういう、栄養素がバランスよく、一食で、ワンプレートで食べるために、いろんなものをちょっとずつ乗っけるサラダプレートみたいなものを、まあ、この写真はですけど、うん、そういうこともちょっと学びながら、そうですね。作れるっていう感じなんですかね。そうですね。そう。まあ、でも、これは、私のお昼ご飯です。お昼ご飯。おしゃれ。おしゃれで、なおかつ健康っていう。そうですね。すごい。お料理教室っていうのはもう結構頻繁に開催。今、そうですね、お蕎麦屋さんがあるので、ちょっとバタバタします、うん、大体1ヶ月に3回ぐらい実施してるんですけど、でももう予約が取れなさすぎて、みんな泣いてます。本当に、そう調べていても、予約の取れない料理、そうなんです、ありがたいふうに書かれてたんで、うわ、すごいと思って。予約ね、募集たまにするんですけど、まあ、もうすぐに、すぐに5分で待っちゃって、すごい。見逃すと、もう気がつくと待ってたみたいな、ね。もう常にチェックしてないと。いやね、本当にこう、やってるんですけど、うん、広島から飛行機乗って来てくれたりとか、すごい。遠いところから皆さん来てくださって、なんか嬉しいなって。ね、こちらの、ね、できるかもしれないっていう、もうなんか、インスタの写真見てても、どれも美味しそうだったから、どの写真にしようかなって、選ばせてもらったんですけど、今回。今写ってる写真は、これ、おーっと、ね、桃、黄色い桃あるじゃないですか。時期になると、だいたい秋口ぐらいかな。違うね。うん、黄桃は、白桃は、7月ぐらいに出るんですけど、うん、そのちょっと後ぐらいに黄色い桃が出るんですよ。うん、フレッシュの。うん、それをね、オーブンでローストして。すごい。こんな食べ方し。お菓子、頭おかしいです。みたいな。でももうこれたまんなく美味しくて、こうやって。食べたい。甘いフルーツと、ベーコン、角切りベーコンなんですけど、しょっぱいそのものと一緒に食べるの大好きなんですよね。あ、そこに、右側の白いのはモッツァレラ、チーズかブッラータかどっちかチーズですね。で、まあ、ちょっとワインに合うつまみみたいな感じで。これはすごい人気のメニューです。学びに行きたいですよ。これをつまりを散らしているのかな。自分じゃね、なかなかこう作ろうと思っても作れないからね、こういうのを学べるっていうのはすごい楽しそうですね。でもなんか身近に手に入る素材ばっかりでやってるんで、そんなに難しくはないんですけど、素材同士のその組み合わせが珍しいから、これとこれとこれ合わせるとこういう味になるの、うわ美味しいみたいなものを考えとかする。いや、もうすごいですね。なかなか桃オーブンで焼こうってならないですもんね。もうね、そのまま食べちゃうしかね、もうそんなにないのに。おしゃれすぎて、もうワンプレートで、すごい、もうコメントでもこれは食べたいなっていうコメントが来ております。
そしてね、今、今日も抜け出してきてくれはった、このお蕎麦屋さんの宣伝なんですけど、画像もこちら。うん、ね、の方も鎌倉に来ることがあったら、うちのお婿さんが手打ち蕎麦を打っていて、すごい。はい、すごいね、美味しいですよ。秋田県の無農薬の蕎麦粉を使って売ってるんですけど、はい。なんか美味しいって言ってくださって、この4日間でもお客さんが、うん、なんかお世辞抜きで美味しかったですって言って帰ってくれて、あ、すごい、嬉しいなと思って、きっと鎌倉へ行った時はね、もう絶対立ち寄らないといけない、ね、鎌倉、鎌倉極楽寺そば検索すればタグルって出てきますので、もし機会があったら来てください。はい、ぜひぜひ寄った時は行きたいと思います。ぜひぜひ、皆さんもね、ちょっと調べていただいて、鎌倉行った際はぜひ立ち寄りください。ということでね、はい、あっという間なんですけども、お時間の方が、いえいえ、本当にいろいろ聞かせていただいて、もう本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今週の気になるコーナーは岡田沙織さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。このまま CM に入らせていただきます。はいはい、はい、サリーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。これってなんか後からアーカイブって見れるんですか？はい、送らせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になりました。はい、ありがとうございました。どうも、失礼します。はい、あります。すごい、いろんなことされてるから。ねえ、うん。いや、すごいな。ファスティングね、ちょっと一回やってみたいな。どんな結果はね、あるっていう。うん。3日間ぐらいやったらなんかね、こう酵素ドリンク飲んでって言ってたから、意外といけるかもしれない。これでね、3日間なら確かに。うん。良さそう。ここからはカレンちゃんも入っていただきながら。うん、はい。カレンちゃんも先週おらへんかったから。あ、無理って。そうよ。先週私画面一人でさ、いっぱいいっぱいやってめっちゃずっと恥ずかしかった。そう、山内さん声だけやから、あ、私画面一人やんみたいな、ずっと。恥ずかしいと。ねえ、ほんとに。大変やったんやから、この無茶ぶりも一人で受けて。あ、受けたんですか。そうやで。痛かったな。もう変な汗がもういっぱい出ながら、もうどうしようと思いながら、もうコメントのおかげで頑張れたけど。でも一人で無茶ぶりは嫌ですね、なんかこう。誰も「ワールドチャンネル」コメント、はい、高尾さん、画面独占禁止法に違反してましたよねってね、本当にそう。そんな法あるんですか？そう、一人で、一つ使ったらダメよ、ちょっと。やっぱこの三つとかね、二つとかがやっぱちょうどいい大きさやね、これ。大画面で自分が映ってる、ね。そうやね、これ。本当にちょっと。とね、もう確かにこのね、ツイキャス見ながらやっぱラジオしてるけど、うん、やっぱパソコンだったらこの、うん、携帯よりねアップで見れちゃうからちょっと、うんうんうん、お私も自分がですけど、自分がアップで今週はね、もうエリちゃんも帰ってきてくれたから、よかったよかったということでね、はい、まあ後半もねやっていきましょうか。うん、はい、やりましょう。私、舞台の稽古が始まりまして、うん、結構もうパンパン、うん、頭パンパンで。頭パンパン。そう、今も結構思考停止してる感じ。めっちゃそうやろうなと思ってたんよ。だって、こう、ラジオ始まるね、30分前ぐらいに、
やっと返事来て、あ、よかった、ええじゃん。よかった。いつもそうなっちゃうんですよね。なんか作品入っちゃうと、こう、他のことが。大丈夫か？なかなかこう、同時進行うまくできないタイプなんで。でも、この間の、なんだっけ、気分転換に、映画見に行ったんですよ。あ、なるほど。そう、で、それで、怪物っていう映画を、是枝さんの、是枝監督の怪物という映画を見てきて、さっき高尾さんが多分オープニングで、なんか紹介だね、夜見に行くみたいな書いてたんで、早いけどデートショー行こうか迷ってますとね、コメント来てました。なんで、ネタバレはしませんけど、おすすめでした。うん、おぉ。なんかこう、ね、視点を変えたら見方が変わるってこういうことだなってすごい思いながら見てました。なんかそういう映画楽しかったですよ。なんか A さんの視点から見たら B さん悪者だけど、 B さんの視点から見たらもしかしたら誰が悪者なんだろうかみたいな、なんかちょっとそれに踊らされる感じで結構面白かったので、へー、坂本裕二さんっていう脚本家さんと坂本龍一さん、音楽が、こう日本を代表する人たちのタッグってやっぱ面白いんだなと思って、なんか結構おすすめだったので、高間さん楽しんできてください。本当だ。先にエリちゃんが見てるなんて言ってね、そう今思わはったの。そう、高間さん、やっと高間さんより先見れたと思って、さっきコメントをパーって見たときに。いつも高間さんの方が先見てるから。ね。フットワークがすごいね、軽いから。ね。デートショー見に行こうって、なかなかこう、映画好きじゃないといかないですもんね。なんで結構おすすめです。怪物ですね。ぜひ。まだ始まったばっかりだから、これからもまだまだ、やると思うんで。よかったら見てみてください。でもちゃんとエリちゃん、息抜きできててよかったよ。うん、もう、詰め込みすぎてんちゃうかなと思って。今日も始まって。元気しないとね。元気って言うのね、もう。エリちゃん、元気大丈夫みたいな。元気なんですけどね。元気なんですけど、結構こう。そうか。そうなんですよ。いつもなんでね、いつものことなんであれなんですけどね、稽古とか、まあなんか芝居入っちゃうと、こう、なかなか。もうね、こう、一点。集中。いろんなことがたくさんできないタイプだから。そうか。はい、ということで。なるほど。で、後半ね、今週のテーマ。うん、もう夏だなと思って、今日東京とかめちゃくちゃ暑くて。大阪も暑いよ、朝から。そうですね。沖縄はもうどんな感じ、どんな感じなんだろう。沖縄なんか今日一日ずっとラジオのパーソナリティの方が言ってたのは、すごい、梅雨明けたね、みたいな。感じで、なんか今もめっちゃ夕日みたいなのが眩しいんですけど、すっごい今太陽がもうカンカンで、めっちゃ夏なんですけど、どうですか、お二人の場所は。なんか東京まだ梅雨は明けてないのかなって感じですけど、でもなんか今日とかめちゃくちゃ暑くて、あ、もう夏だっていう。そう、普通に外歩いても暑ってなる感じの、風があってもなんかぬるい風が吹くから、あっていう、もう思い出したかのような夏を。そうだから、もう夏だなと思って、で今日何の話しようかなと思った時に、今年の夏やりたいこと、7月、8月あ、そうか、やりたいこと。もう言ってる間に7月入るのもね。来週7月になっちゃうんで。あ、そうか。だから、やりたいことなんかあったらと思って。なんだろう。いや、もう私はビアガーデン行くことしか考えてない。でもね、今年とかも、割とやってそうな、イベントとかも含めてね、なんか解禁してそうな感じはしますよね。私も外で飲みたいなっていうのを。外で。そう。なんかしかも今、ビアガーデンって、なんか、おしゃれなとこから、こう、いろんなあるから、バーベキューできるとこだったりとか、なんかそういう、行ったことないような
とこ行きたいなっていうのが、うん、あいいですね。なんでもそこを行くと思うけど夏したいこと、うん、真っ先に、うん、4月ぐらいに。そう、お二人はカレンちゃんは何かありますか？私はなんか沖縄結構コンセプトな、うん、なんて言うんですかね、うん、レストランとかカフェとかがあって、うん、今アメリカンビレッジの方になんか海賊のレストランみたいな、なんか海の中っていうか船の上っていうかわかんないんですけど、すごい海賊って感じの内装の場所があって、そことかだったり、最近も人生初のメイドカフェに行って、楽しかったです。沖縄にもできたんですよ、去年できて、そこからちょっとみんなが噂してて、国際通りでちょっとメイドさんが立ってるの見て、みんながメイドがいるっていうのがと言われてて、友達と一緒に行きましたね。キュンキュンした。でも結構人間味があった感じがします。人間味があった。カレンちゃんとかメイドカフェめっちゃ似合いそう。似合いそうね。あのやる側ね。やる側ね。やってほしいよね。すごい似合いそうに絵描いて。キュンってやってほしいですよね。やりましたでも。なんちゃらみたいな。萌え萌えキュン。うん。やってほしい。いろんな場所にちょっと。リオさんとかと似てるんですけど、うん、その行ったことない場所に行きたいなって、うんうん、ね、今年の夏は思います。おいいですね。どうですか、エリシコロさんが3人はメイカフェ行ったことある？メイカフェ、メイドカフェですかね。メイドカフェ、リオさんあります？1回だけあるかもしれん。なんかあんま記憶ないけど、うん、なんか本、それこそ確かに人間味があったかな。なんか想像と、想像の中ではなんかもうメルヘンの中のみたいな、あなんていうの、もうテレビで見るような本気のやつが来ると思ったけど、なんかもう普通に、多分私が女性やったからかもしれへんけど、なんか結構フレンドリーな感じで、こんな感じなんやみたいな。なんかメイドではないなってちょっとだけ。うん、なんか本気のやつを味わいたかったな。想像がちょっとでかすぎて。そう。そうね、本気のやつってなん、どういうこと？いやもう完全ほら、東京で言ったら秋葉原のさ、なんかこう有名な、なんかもうテレビとかで見るようなアニメの世界とかの、ああいうのをイメージしてたんやけど、隅々までメイドみたいな感じの、うん、なんか東京ので勝手に予習してたんですよ、すごく行きたくて。うん、だからやっぱまだ来た、着陸したばっかりだから、まだ新人の子たちで。ちょっとやっぱ手でもね。そうなんでもそこがまたいいなって、かわいいなって思いましたね。エリちゃんはある？行ったこと。私も一回だけあるかなっていうぐらいの、すごい薄い記憶である。私もそうやね。今あったかなって、想像の中で行ったんかなって、一瞬どっちやったかなと思いながら。でもなんか、ショーみたいな時間があって、なんか歌って、踊ってた記憶があります、メイドさんが。あでも踊りますよね、今の。なんかすごく踊ってたイメージ。東京は踊ってアイドルみたいな感じで。アイドル、そうそうそう、なんかメイドさんっていうか、なんかアイドルカフェ来たみたいな感じ。ああすごい、どっちかっていうと、可愛い格好した女の子たちが踊って、目の前で踊って、うん、その後ちょっとなんか、物を持ってきてくれるみたいな。なるほど。持ってきてくれるみたいな。あ、もう短い。それぐらいのイメージ。うん。抱き合うとか言ったら多分もしかしたら違う感じですね。ガチの感じがあるかもしれない。なるほどね。え、エリちゃんは今年の夏。夏ですよね。外出るよね。外出るよね。そう。外ね、出なきゃなとは思うんですけど。でもなんか今年の、うんに入って、うん、なんか、いつもお世話になってる映画監督さんが、なんか、ソフトボールをやられてて、うん、なんかそのチームを作ってソフトボール大会をやられてて、うんうん、でそれに参加して、うん、そしたら今年の誕生日に、その監督さんから、うん、グローブとソフトボールのボールをもらって、うん、これは、
ソフトボールをやらなくちゃいけないという状況になったので、うん、なんかこう一番手を出してこなかった球技なんですけど、うん、その野球とか、うん、そのちっちゃなボール系ちょっと苦手で、うん、難しいよね確かに。そうだから一番手出してこなかったんですけど、うん、まあなんか今年はキャッチボールとかいけたらいいなと。すごい。え、あれ掴める？あのグローブでグローブをもらって、なんかちょっとちっちゃい、うん、なんか私左利きなんですけど、左利き用のグローブをわざわざプレゼントしてもらったので、うん、これはやらなくちゃいけないなと思って、うん、もうなんかこれを機にちょっと、ね、ソフトボールデビューしようかなと思って。お、すごい。でもね、はい、体を動かすことっていいことやからね。そうですね。うん、そう。でも私、あれ、キャッチできる気せえへんねんけど。え、できないです、できないです。一回やったんですけど、ね、もう全然できないし、なんなら届かないし。ここ狙ってきて、ここ狙ってきてよ、みたいな、ね。そう。届かないし、打てないしね、まず。うん、当たらないよね、バットに当たらないし。細いバットにね。そう。でもまあ、なんか、新たに始めるのもありかなと思って。確かに。確かに、新しいことを始める。そう。キャッチボール。まあ、キャッチボール、まあ、相手いないんですけどね。ソフトボールやってる人が周りにいないから。確かにね。ソフトボールをやってるってあんまり聞かへんよ。そう。だから実践も、試合の時しか実践できないんですけど、だからまあ、なんかちょっとそういうキャッチボール仲間みたいな見つけられたらいいなと思いながら。はい、本当にキャッチボール仲間募集中です、うん、そうそうそう。とグローブ持ってる人いたらやろうみたいな感じでやっていこうかなと思ってますけど。確かに、あの、はい、近所の小学生とかをね、まず狙っていて、ちょっと公園とか行っている男の子とかね、小学生とかに声かけてみようかなと。それぐらいですかね、やってみようと。なるほどね。うん、そうか、スポーツか。うん。すごいな、それもそれで。うん。山吉さん、会話にキャッチボールはプロだけどねって来てるよ。すごい。え、誰のこと山吉さん？山吉さんから。うん。キャッチボール、プロだけどね。エリちゃんのことじゃないですか？あれ、そういうことだけど、気をつけなかった。タカボさんは高校生の時ソフトボール部だったみたいですよ。あら。うん。キャッチボールできるかもしれない。え、でもあれソフトボールってこう、下投げなよね。そう、下投げじゃなくてね。そう。だから野球よりかは多分ね、当たる、うん、頑張れば当たるんですよ、女性も。ああ。上からパンってくるより、下からこう。でしかも女性だとちょっとね、ふわっと投げてもらえたら。でもなんかこう、映像でしか見たことないけど、あんまり。なんか、こう投げると、ほん、早いやん。すごいやん。ね、早い人はね。ふわーんじゃないやん。なんか、そうだ、うん。うん。本気な人なんね。ガチな人は。なかなか。そんなガチでも私できないですけど、絶対ね。もうここ持っとくから、ここに当ててね。そう。趣味程度のね。え、なんか、カレンちゃん意外とパーンって打ちそうな。感じもするけど、うん、なんかどう球技は。あ、でも授業とかで野球とかあったので、うん、なんかフライとかでめっちゃ高く上げるのがあって、うんうんうん、でも好きで、うん、人並みにはなんか投げるのはちょっとできてたんですけど、うん、打つとなるともうめちゃくちゃなんかもう女子ほぼみんな壊滅的な。まぐれで当たるみたいな。奇跡を待つみたいな感じでした。なんかさっき、でも私絶対フライボールは取れないんですよね。見えないでしょ、そもそも、ね。見えない。あの、見えないから絶対取れない。あの、なんだ、太陽とこう一致したら、うん、もう、フライボールはもう諦めます、私は。危ないからね。あ、もう無理だ、と思って。これ以上高いのは無理だ、と思って。諦め当たったら危ないからね。そうそうそう。そこに。全然ポジション守れてないやん。そう、守れない、守れない。石ころさんからエアーキャッチボールしてごらんみたいな。いやいや来てるし。
ね、まあ今年の夏はちょっと外に出れたらいいなと思いますね、うん、なんか。あんまりね、出たくないんですけどね、ずっと暑いと。もう、なかなかね、暑いとね、ほんとすべてのやる気を奪われてしまうような気がするんで、できればね、夕方からで正規的なっていう。確かに、ちょっと涼しくなってからね。うん、一番あるかな。あとはなんか、あの、ひまわり畑とか行きたいかな。せっかくなら。夏って感じですよね。うん。うん、確かに、うん、なんか夏っていうようなことやってるなみたいなことをあえてしたいな。確かに、ね、夏楽しんでますよみたいな、ね、そうちゃんと外出たでしょみたいな。うん、もう写真だけ撮って、証拠だけ撮ったら私すぐ帰っちゃう気がする。すぐ車乗っちゃう。その長いできないの。車の中から、うん、それが一番、わー綺麗ってなってる瞬間が一番楽しいと思う。そう。確かに。周り畑確かに行ってみたいな。うん、行ったことないからね。私も行ったことないから。沖縄ありますよ。うん、一年中ひまわりが咲いてる場所が。なんか冬もあって私行って。すごい。そうなんでもちょっとちょっとだけ元気ないです、夏に比べたら。あ、なるほど。けど全然普通に咲いてて。咲いてるんや。もう今そんなん聞いたから、ぜひ沖縄でちょっと涼しい時に行った方があるんですよ。確かに。ちゃんと1年間あるのでいつでも。すごい。うん、いつでも。ちょっと涼しい時に行きたいですね。いいこと聞いたね。なんか夜も見れるので。夜にライトアップされてて、そうなんですよ。それにひまわりも摘み取れるんですよ。すごい。すごいですよね。めっちゃいいこと聞いた。沖縄でやるしかない。すぐ出るので、ぜひ来てください。ちょっと行きたいですね。次、沖縄行ったときは。よかった。うん、すごい。メートル以上に成長しますよ、ひまわり。すごい。ね。どんどんぐ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 ん。本当に。ひまわりのちょっと元気ないとき、ちょっと落ち込んでるみたいで可愛い。なんかね、こう首がね、なって。それはそれでね、また。それも可愛いですね。可愛い。それはそれですね。はい、ということで、ちょっとお時間なので、一旦 CM に行きましょうか。はい。はい、CM です。CM 入りました。はい。グレタマさんは球技はパチンコとね、玉は玉ですけどね。あ、めちゃくちゃちっちゃい玉ですね。では、そうか、もう夏が来るんだね。そうですよ、夏ですよ。ちょっと夏がだいぶ苦手なので、私。私も苦手ですね。夏、外歩くと、歩いてるだけで半分体溶けてるんじゃないかみたいな感じになりますよね。いや、本当に。お、何ですか？ CM 明けは、なかなか出ていかないで、と、うん。デトックス子がやっと出ていくことになりました。デトックス子の別れの挨拶をお願いしますね。また次回。デトックス子ってなんだ？もうあれでしょ。あれじゃないの。デトックス子？お別れの挨拶を。なるほどね。なんで私なんだ？今日はリオさんが対応頑張ったんやけどな。対応できるっていうことに気づいちゃったんじゃないですか、みんな。いや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 、できるならやってもらおう。なかなか出ていかない。デトックス子ってめっちゃ面白いですね。リオさん武器ないから拒否できないよね。本当ですよ。高坊さん、早くイエローカードください。カード持ってないから。私持ってるから。スターワールドチャンネル。
優しいですね。別れの挨拶か。なかなか出ていかなかったデトックス子がですからね。やっと出ていくんですよ。嬉しいのやら悲しいやら複雑な気持ちでこうね。感じですが。いや。確かにね。すいません、なかなか始まってます。大丈夫。始まってたんですね。すいません。音を完全にすいません。全部すいません。めっちゃ普通に喋ってたけども。はい。ごめんなさい。ちょっと石ころさんからね、無茶ぶりで、はい、なかなか出ていかないで、出ないデトックス子がやっと出ていくことになりました。デトックス子の別れの挨拶をお願いします。いいよと来ておりますので、はい。なんかとても複雑な気持ちないけど、まあ、また出会うことないことを祈って、バイバーイっていうぐらいしか、もうデトックスって何よっていう。ふわっと出ていきましたね。何よっていう、私の中ではもうあれだったんですけど、合ってるのかなっていう。何あれって何ですか出ていくと言ったらね、もう。体から、あれ、そういうことじゃないですか。はい、じゃあ、そういうことよ。じゃあ、クイズ行こう。そういうことね。最後、最後やからもう、クイズ行こう。クイズ行きましょう。はい。はい。では、最後は、クイズをして終わりたいなと、思いますが、はい、では、早速、第1問目からいきます。京都府の名産品は、どれでしょう？紙ですね。はい。京都府の、名産品はどれでしょう ?1 番、タイザガニ。2番、タラバガニ。3番、花咲ガニ。はい。京都府の名産品はどれでしょう ?1 番、タイザガニ。2番、タラバガニ。3番、花咲ガニ。はい。お、3番。3番、カレンちゃん2番。答えは、ツイキャスも3番、1番、1番、4番、オーガニック、2番、3番。おー、わかりましたね。出ております。嬉しいな。はい。では、正解いきたいと思いますが、うん、正解は、1番のタイザガニです。はい。なんかね、字はね、間っていう字書いて、人っていう字書いて、タイザ。うん、私も京都府やけど知らんかったと思いながら。取れるんだって感じですね。私も、おんねやと思って知らんかったんですけど。はい。では2問目いきたいと思います。はい、山梨県の名産品はどれでしょうかということで、山梨県の名産品はどれでしょうか ?1 番、吉田のうどん。2番、佐藤のうどん。3番、高橋のうどん。はい。名前で来た。はい。山梨県の名産品はどれでしょうか ?1 番、吉田のうどん。2番、佐藤のうどん。3番、高橋のうどん。4番、三つ島のうどんですよ。お、1番、3番。1かなぁ。お、お、お。カレンちゃん一番。ヤンキーさん、高橋無理ない。そうですか？もしかしたらあるかもしれないですよ。はい。では、正解いきたいと思いますが、はい。正解は、大とも正解です。一番の、吉田のうどんです。はい。やった。なんか私、山梨県行った時食べたんですけど、結構美味しかったんで。2番はね、自分の名字ちょっと書いてみて、見てやっちゃいましたが。高橋無理ないはちょっと当たってたようですね、じゃあ。当たってたかな。もうちょっとなんか違う名字にしたら、うん、たかなと思いながら、はい。時間もあれなので、今日のクイズはここまでということで、すまゆりちゃんよろしくお願いします。はい。毎週もたくさんコメントありがとうございました。来週も土曜日17時からのスターワールドチャンネルよろしくお願いします。ほんま、おきに。お気に入り、ありがとうございます。